カタニマロ。軍数列やっていきます。軍庫班長、軍庫班長、軍庫班長を覚えます。軍は1軍目、2軍目、3軍目、4軍目、5軍目なので、1、2、3、4、5となって、個数は1個、2個、3個、4個、5個ですから、1個、2個、3個、4個、5個になります。で、班長は先頭です。1、4、10、19、31が先頭なんで、1、4、10、19、31と。で、今、154が第何項の何番目ですかっていうふうに言っているので、まず、これ、プラス3。これ、プラス6。プラス9。ね、こうやって班長がどういうふうに変化するかを考えます。で、そうすると第6群の班長は、こっからプラス15ですから、46と。で、第7群の班長は、こっからプラス18ですから、4の64。で、第、8群ですね。8群の班長は、21を足しますから、85と。で、第9群の班長は、ね、24ですから、109ですね。よろしいでしょうか。で、一応第9群の班長は109出てましたね。で、ここから、プラス27をすると、ですか？第10群の班長、136が出ます。で、第11群の班長は、30を足すので166となります。で、今ね、154ってのが、はい、第何群の何番目ですかって言ってるので、154自体は、第10群に含まれていることがわかります。なんでかというと、これ、3ずつ増えていく数列でしょ？で、第10群は、136、139、142、163、166、こんな具合になっていくときに、第10群は、こっからここまでを言うんです。こっからここまでが第10群なんです。いいよね。こっからここは、こっから向こうは、第11群ですから。ね。だから、第10群を書き下せばいいんです。よろしいでしょうか。で、154が何番目かっていうふうに知りたいんで、136、1番目、139、2番目、142、3番目、145、148、151、154、157というふうに続いていきますから、1個目、2個目、3個目、4個目、5個目、6個目、7番目です。ということで、第10群の7番目っていうのが回答になります。それじゃあ終わりましょう。バイバイ。